甲子山駅は、三重県南室郡三浜町大技下市期にある、東海旅客鉄道規制本線の駅である。この駅は、昭和15年8月、国鉄規制再線の新宮駅から紀伊木本駅の開通により、国鉄規制再線の駅として開業した。その後、あたり駅は、昭和34年、今の規制本線が全通し、亀山駅と和歌山駅の間が、 規制本線となったのを受け国鉄規制本線の駅となり、さらに国鉄の分割民営化を経て現在に至っている。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅である。互いのホームは古戦橋で連絡している。ホームに付された番号は駅舎側からそれぞれ1番線、2番線となっている。 二面のホームは互い違いになっていて一番線が、あり方に、二番線が、キー位機方にそれぞれずれている。駅舎は一番線のキー位機方の端に接してあり一番線ホームの、さらに、キー式寄りのつまり、駅舎の脇に当たる場所には、側線がある。開業当初からの駅舎が残る。民家風の入れもや作りでよく凝った作りとなっている。 熊野市駅管理の無人駅で駅員はいないが駅舎の中には出殺口及び小荷物台がシャッターの閉じられた状態で今も残っている。三重県統計所によると1日の平均乗車人員は以下の通りである。熊野市駅から新宮駅にかけての海岸沿いには大小たくさんの集落が点在しているが当駅もその中の一つに存在している。駅周辺は 湿地帯となっていて、駅の2番線側に位置する、壺の池をはじめとして、池や沼がたくさんある。支原川の河口も近く、大和瀬方面へ行く、規制本線の列車は当駅を出るとこの河口にかかる、志原源鉄橋を渡ることとなる。直当駅は国道42号沿いにあるが、国道42号からは少しだけ内陸に入ったところにあるため、 国道42号から細い道が分岐して、当駅の前にいたり、そのまままた国道42号に合流するという形となっている。ありがとうございます。